皆さんハレルヤ。1週間元気でしたか？愛するイエス様に最高の礼拝を捧げましょう。お祈りします。愛するイエス様、ありがとうございます。私たち一人一人を礼拝の場所に呼んでくださって感謝します。イエス様、この礼拝を通して十字架の道、命の道を歩むことができますように導いてください。イエス様が喜ばれる道をイエス様と共に歩むことができますように助けてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。皆さん立ち上がりましょう。主の御姿に見て行こう。主の御姿に見て行こう。毎日毎日御姿に求めて行きたい。主の御姿に見て行こう。主の御姿に見て行こう。毎日毎日御姿に求めて行きたい。主の愛が溢れる、祝福が流れる、主の恵みが溢れる、私たちに溢れる。主の御姿に見て行こう。主の御姿に見て行こう。毎日毎日御姿に求めて行きたい。主の御姿に見て行こう。主の御姿に見て行こう。毎日毎日御姿に求めて行きたい。イエスの愛が祝福が流れる、主の恵みが溢れる、私たちに溢れる。ただイエス様だけを褒めたたえます。私はただ主一方で満足し主を
準備はできてますか？ハレルヤで先生を迎えましょう。せーの、ハレルヤ。ハレルヤ。それでは今日神様のくださる御言葉を一緒に見たいと思います。神様のくださる御言葉はマタイの福音書18章12節から14節の御言葉です。マタイの福音書18章12節から14節の御言葉です。それではゆっくり読んでいきましょう。あなた方はどう思いますか？もしある人に羊が100匹いて、そのうちの1匹が迷い出たら、その人は99匹を山に残して、迷った1匹を探しに出かけないでしょうか？まことにあなた方に言います。もしその羊を見つけたなら、その人は迷わなかった99匹の羊以上に、この1匹を喜びます。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天におられるあなた方の父の御心ではありません。アーメン。皆さん、今日の本文の御言葉を持って諦めない信仰、諦めない信仰というタイトルで恵みを分かち合いましょう。今日の本文がとっても有名なお話です。あの有名な失われた一匹の羊のお話です。イエス様の例え話なんですね。ある人に100匹の羊がありました。ところが一匹の羊が道に迷い出てしまった。それでその飼い主はその99匹を山に残して一匹に道に迷った羊を探しに出かけます。それでやがてその一匹の羊を見つけることができたんですね。そして主はこう言ったんですね。皆さんもこのように小さいものの一人が滅びることは天におられる父の御心ではありません。一匹でもこの一人の一匹でもこの羊とこの小さい人と二つを一つに例えてたんだよね。失われた一匹の羊は小さいもの、つまり一番弱いもの、子供でもあるしとっても困っているもののことなんだよね。人の助けが必要なものかもしれない。この一人の人が失うことは父なる神様の御心でない、つまり滅びること、つまりイエス様を知らないことなんだよね。それでイエス様はこの一匹を見つけてはものすごく嬉しくて嬉しくて嬉しくて、人々に皆さん一匹を見つけましたとね、こういうふうに言うほど天国では宴会が設けられるとまでも言ったんです。じゃあ皆さん、ここで大事なのはこの一匹の羊、失われた一匹さえも主は諦めずに見つけ出して救いに導き入れる、これがポイントなんです。皆さん、韓国でねとても有名な、パク・チョロという方がいます。この方は刑務所で伝道する方なんだよね。で刑務所にはいろんな囚人たちがいるんだけど、その中にはとっても悪い罪を起こして死刑、つまり処刑される人もいるわけ。それを死刑囚って言うんだけど、ある死刑囚が言ったんです。その死刑囚にこのバック長老さんがね一生懸命に伝道をしようとしたわけで、その人がじゃあイエス様を信じますよと口約束をした。ところがこのねバック長老さんはねとっても忙しくて、イエス様のことをね十字架のことを話すことができなかったので、そんなある日いきなりこの死刑囚が次の朝死刑が行われますというこういう指示が出されたわけ。明日もう焦ってこのバック長老さんが刑務所のところに行って何とかしようとね、でその人を待ってたわけね。でその死刑囚がやはり車に乗って、それで死刑所処罰所にやってきたの。でもこの人はあまりにも死ぬのが怖くてね、怖くて怖くてね、もう動くこともできない、もう歩くことも
座ることもできない、それでねもう 目はねうつろになってて、そしてもう魂が抜けてような状態、それでこのバクチョルを合わせてって大きな声でこう言ったそうです。この名を受け入れた人々、イエスの名前を受け入れた人々は神のことをされる特権がお与えになる、神の子になれる、救いを受ける、天国に行けるってよね、何度も何度もあの大声で聞かせたんだけど、もうすでにこの騎士はね、もう死の恐怖にもう怖くなってて、そういう声が聞こえてこないの。どうしようどうしよう、その時にこのバック長老さんの声にあの聖霊様の声が聞こえたそうです。聖霊様ね、どういう声が聞こえたかというとね、あなたは一人の魂は全世界よりも尊いと主と言ってきたじゃないか、この人この魂をこのまま去らせる気か。それでこのバック長老はびっくりして、主よごめんなさいとしてね、その死刑囚を手を置いて、主よ助けてくださいと、またその周りにはね、刑務所にはイエス様を信じてる人たちがいたわけね、で一緒に手を置いて助けてください、この魂をこのまま去らせるわけにいけません、ホルベに行かせません、地獄には行かせません、助けてくださいとね、もう声を上げて涙でね、もう涙だらけになって、もう切に切に祈ったらしいよ。するとなんとこの死刑囚がいきなり主よ主よって言い出して、え主よ主よで、いきなりねまた手を上げて、主よ感謝します、こんな私を救ってくださり感謝します、こんな私の罪を許してくださり感謝しますって中にハレルヤーってもね、あのいきなりそして救われた喜びを表してしまったの。それでなんとね、さっきほどまでは顔が怖くて醜くて怖い、もう歪んだ顔を知ってたのに、そのイエス様によって救われてね、それ時には顔がすごく輝いて美しい顔がなってね、そのね恐ろしいその恐怖は全く見えなかったの。そればかりじゃない、その所長さんとかね、パク長老とかその刑務所の人々にきちっとお別れを告げるわけね、先に天国に行って待ってますから天国でお会いしましょうってね、なんというどんでん返しのみたいなドラマなのか、先ほど恐怖に死の恐怖にね恐れてね体がこわばっていたその人がイエス様を受け入れて明るくなってね天国に行くことをこの目でははっきりと見たわけね。皆さん、さっき聖霊様がパク長老さんの心に全世界よりも一人の魂が尊いじゃないかと、この人をこのまま去らせるのか地獄に行かせるのかってでしょ、この聖霊様の声っていうのは神様の声だよね、これが神様の思い、一人の魂がイエス様を知らずに地獄に行くことを絶対に許さない、もう諦めなくてパックチョロに何やってるのかと促したわけよ。こういう促しが実は私たちの心にもあるかもしれないんだよね。聖霊様が学校でもね、そのところである友達、寂しそうな友達を見て、あの子にイエス様のことを伝えてよ、教会に連れてて、イエス様のことを紹介してとね、その声をむしろ、恥ずかしいと思って自分でそれをあの打ち消しているかもしれない、大きな声じゃないかもしれないけど、でもやはりはっきりあの人にイエス様伝えなきゃならない、なんてこういう思いはなんだろうと思って、あえてね無視しようとしたことないの。それが一人の魂も諦めたくない、その主のイエス様の声なんです。その時には皆さん従順するものになりましょう。もし皆さん99匹を羊を山に残して1匹道に迷った、その羊、その羊がもし皆さんだったらどうするの。周りの人が1匹なんかいいよ、99匹もあるんだから1匹なんか別にいいじゃないっていう、
このようにね、皆さんのことを一匹だからほっといていいよと、死んでもいいとかね、だと悲しいでしょう。皆さんは一人の魂なんです。まだイエス様を知らない人も一人の魂、その魂を自分だと思って、そのイエス様を知らずに苦しんで悩んでる友達がいるならば、家でね、イエス様のことを伝えようじゃありませんか。教会に誘うよ。勇気を出して伝道しましょう。すると聖霊様が力をくださるんです。喜びを与え、その友達の心になでなでして、心を開かせてくださるんです。なぜ？聖霊様がそういう働きをするからね。そのためには皆さんがまず、よし、伝道しよう、イエス様の思いに従ってイエス様のことを伝えよう、こうに心に決めて実行することが大事なんです。そうすれば必ず神様がその一人の魂を救いに導いてくださることを信じましょう。そうすれば天国では宴会が開かれ、そして皆さんが後に天国に行った時に、皆さんのためのイエス様が大きな報い、賞を用意してくださるんですよ。それではお祈りしたいと思います。神様は、イエス様は一人の魂も滅びることを心から悲しんでいる。だから魂が地獄行くことに対する魂を諦めたくない。だから私たちに声がけてる。あの子にイエス様のことを伝えなさい、私のことを紹介しなさいと、その声に従順して、一人の魂を諦めない子供になりますと、この時間一緒に祈っていきましょう。主よ、本当に私の周りではイエス様を知らずに一人で悩んでる子、本当にイエス様が分からなくて永遠の地獄に、滅びに向かっている子供たちがいます。またいつ会うか分からない、いつ別れたらいつ会えるか分からない、そういう友達にイエス様を伝える子供たちになりますように。一人の魂も諦めない、そういう主の心を受け継いで、諦めずに祈り、主から示された魂にイエス様のことを伝えていく子供になるように導いてください。感謝いたします、感謝いたします。主よ、今日イエス様の御言葉の中で、決して一人の魂も諦めないイエス様の心が分かりました。本当に子供たちが、聖霊様が示す、そういう子供たちに必ずイエス様のことを伝えていく子供になるように導いて、そして働いてください。諦めない、粘り強くイエス様が示す一人の魂に伝道していく子供になるように、感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは献金のお祈りをします。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、詩編一編一節。今日の御言葉ありがとうございます。献金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私がいる、そうあなたはいる。
それでは捧げられた献金のための祝福のお祈りをします。神様感謝します。今日も子供たちが感謝を込めて捧げ物を捧げました。捧げた子供たちに伝道する知恵を与えてください。力を与えてください。そしてその未来を祝福してください。感謝しイエス様の御名によって祝福しお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをもって礼拝を終わりにします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。すべての栄光を神様に返しましょう。